それでは近年生態系の異常や環境汚染が懸念されています韓国のラクトン川流域主にアンドンダム湖畔を周辺に中心としました環境調査及び分析を行いましたのでその結果を報告させていただきたいと思いますまず資料につきましてですけれどもアンドンダム湖畔の提出を中心に参考としまして水及び畑の土壌そして 上流のヤンオンで大量子を遂げました淡水魚に関しても分析を行いました。分析した対象ですけれども、鉄やコバルト、ニッケル、ビスマスといった重金属を中心としました34元素に関して分析を行いました。その結果ですけれども、主に低質におきまして、カドミウム、ヒ素、セレン、鉛 アエンマンガンといった約11の元素で極めて高濃度の汚染が観測されております。参考として分析いたしました水と周辺の土壌におきましても同様にカドミウムヒ素セレンを中心とした汚染が見られまして大量死した炭水魚からも同じくカドミウムセレンマンガンといった重金属が非常に高濃度で検出されております。 以上の結果を総合いたしますと、ラクトン岩流域、特にアンドンダム周辺周辺におきまして、非常に深刻な重金属汚染が進行している可能性が考えられます。今後の詳細な分析が渡れるというふうに考えております。